はい、ちょっとアイブ・カルレーのことを見ていこうと思います。プロになるぐらいまでをね、ちょっとさらっと見ていこうと思います。よいしょ。ウガンダのアイブ・カルレーですね。で、気になったところというか、へーっていうのをちょっと見ていこうと思うんですけれど、カルレーがウガンダで、生活してますよね。その時の大統領って、アミン大統領なんですけど、アミン大統領って確かものすごい悪い人だったなという印象が自分は確かあるんですけれど、彼ら曰くアミン大統領はスポーツマンでボクサーだったと。で、彼は我々のトレーニングキャンプに来てくれていろいろ励ましてくれたんだということを言ってるんですね。すごくいい人なんだっていうことを言ってます。なんですけど、ちょっと話またずれますけれどね、自分が知ってるね、アミン大統領ってこれ、まさにこういう感じの人で、軍人なんですよね、確か。軍人で、クーデターかなんか起こしてたんじゃなかったかなと思ってるんですけど、そうですね、権力掌握、書いてますね。軍事クーデターで権力を掌握したんだって書いてますね。ちなみに、ボクサーだったって書いてましたね、カルレが。で、見てみたんですけど、アミン。193センチの巨漢で、東アフリカのボクシングヘビー級チャンピオンにもなったこともあるという人みたいですね。で、確か、そう、すごい怖い人なんですよね。やがて独裁化が進むとともに、約10万から50万と推計される国民を大量虐殺したとして、黒い人だ。アフリカで最も血にまみれた独裁者と称されるということが書かれてあって、カンボジアの独裁者、ポル・ポトとも比較されたって書いてあってる。要するに世間一般的にはすげえ悪いやつだぜなんだけど、カルレ的にはすごいスポーツマンだったよと。いや、ボクシングを支持してくれたんだって書いてますね。で、ここ、アミン政権の時には、ウガンダはフォースベストカントリーって書いてますね。アマチュアの世界の4番目だったんだって書いてますね。だからアミン大統領の時はウガンダはすごくアマチュアで強かったんだよって言ってますね。で、アミン政権の時にはカルレは74年に世界選手権で優勝したって書いてますね。で、ゴールドメダルをすごく誇りに思ってるんだって書いてますね。で、このアミン政権時代にカルレ自身は8つって書いてますね。4つの金メダルと2つの銀メダルと2つの銅メダル、計8つ取ったんだって言ってますね、アミン政権の時に。なので、カルレ的にはアミンはすごく支持してくれたんで、私は好きだよって言ってるんですね。なんですけれど、なんかこれずっと読んでいくと、南アフリカの、アパルトヘイト政策でオリンピックに出なくなって、東アフリカもその煽りを食ったみたいなこと書いてますね。で、結局、オリンピックには出ませんでしたと。で、デンマーク出ましたね。デンマークで、ナイスフェロー、すごくいい人。モーゲン・パレという人が私を世話してくれたんだって言ってますね。で、彼らはすごく組織的で、彼はとてもとてもいいプロモーターだったんだって言ってますね、カルレは。このモゲン・パレさんですか？なのでデンマークに行ったって書いてますね。ウガンダっていうと、ジョン・ムガビっていうイメージがあるんですけど、自分の場合は。なので、イギリスなのかなっていう気がしてるんですけどね。なんですけど、デンマークでやってるんですね。で、それはすごくいいプロモーターに誘われたからだっていうことみたいですね。はい。で、デンマークってどうなのっていうのをちょっと見ていこうと思います。はい。はい。ちょっとデンマークについて見ていこうと思います。デンマークとボクシングって全然結びつきが自分わからないんですけれども、
果たして試合数普通にやってんのかなっていうのはちょっと気になったんで見ていこうと思います。これ彼らのデビュー戦ですね。76年の4月ですね。まあ、コペンハーゲン、デンマーク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 って結構やってるんですけど、あ、じゃあ結構試合というか興行あるんだなっていうのが分かりました。4月、6月、10月、11月ですね。なんで自分が知らないだけで、デンマークで普通に興行があるんだなっていうのが分かりました。じゃあ果たして一つの興行でどれぐらいの試合を行われてたのかっていうのも気になったんで、ちょっと見ていこうと思います。よいしょ。カルレがデビュー戦ですね。で、1試合やって2試合、3試合、あれ、4試合、5試合ですね。5試合あるんですね、1つの興行で。ビクトル・ガリンデスが出てるんですね、メインで。1つの興行で5試合ぐらいやってんだなっていうのが分かりましたね。これが継続して行われてるかどうかなんですけど、2戦目ですね。これどんぐらいやってんだろう。ちょっと見ていこうと思います。よいしょ。カルレが出ました。1試合、2試合、3試合、4試合、5試合。だから1つの興行で5試合ぐらいはやってんだなっていうのが分かりましたね。デビュー戦2戦目、3戦目。よいしょ。1試合、2試合、カルレ3戦目、4戦目、5戦目というか5試合、5試合、6試合、6試合やってんですね。ジョン・コンテが出てる。あれ、ジョン・コンテ出てるよ。これライトヘビーのチャンピオンですよね。ジョン・コンテは、ヤキ・ロペスとライトヘビーのタイトルやってますね。あらら。で、これ今、興行を見てったんですけど、常にほぼメインイベンターとして出てる名前が、このヨルゲン・ハンセンですね。ヨルゲン・ハンセンって聞くと、試合とか全然見たことないんですけど、あ、なんとなく聞いたことあるなっていう記憶の片隅にあります。なんでちょっとね、話それるんですけど、ヨルゲン・ハンセンに関して見ていこうと思います。はい。はい、ヨルゲン・ハンセン見ていこうと思います。ヨルゲン・ハンセン。43年生まれですね。で、いろいろわーっと書いてあるんですけれど、特筆すべきとこは、68年にオリンピックに出てます。で、初戦で敗れたんですけれども、まあ、オリンピックに出てるよっていう選手ですね。で、ここに、チームパレって書いてますね。アイブ・カルレを世話した人ですね。なので、カルレよりも先にヨルゲン・ハンセンを、この人はプロデュースしたっていうことになりますね。なので、ハンセンとカルレは、なんだろう、兄弟弟子っていうんですか？そういう関係みたいですね。はい。で、ハンセンは一度世界に挑戦しています。ブルーナ・アリカリ、イタリアの選手ですね。この選手に、73年かな？に挑戦して、そうですね。WBC って書いてますね。スーパーライトのチャンピオンに挑戦します。で、ハンセンはウェルター級だったんで体重下げなきゃいけなかったらしいんですよ。で、ここですね。ノックアウトイン5ラウンドって書いてますね。5ラウンドに KO 負けで、タイトルは取れませんでしたということを書いてます。で、ハンセンを見ていくと、記事でね、大きく大体載ってるのが、この部分なんですけど、これ動画でも載ってたんですけれども、ハンセン自体は2回ヨーロッパチャンピオンになってるんですよ。で、あ、そうそうそう、ハンセンはね、プロデビューが遅くて26歳にプロデビューしてます。かなり遅いですね。
で、まあ、キャリアを積んでいって、まあ、下降線をたどっていくんですけれども、その時に、イギリスのデイブ・グリーンですね、フェンランド・タイガー、デイブ・グリーンに挑戦すると。で、この時のデイブ・グリーンは31勝1敗ですね。で、負けたのはカルロス・パロミノだけなんですよ、この時のデイブ・グリーンは。なので、どう考えても勝てないだろうと、言われてた試合だったらしいんですよ。なんですけれど、3ラウンドにものすごい番狂わせで勝ちます。で、これが、なんだっけな、あまりにも番狂わせで、これですね、イギリスのボクシングニュースの表紙を飾ったって書いてますね。だからもうそれぐらいの番狂わせだったっていうことみたいですね。で、最終的には、この人もキャリア長くてですね、40歳、当時でですよ。当時で40歳までやるってなかなかないと思うんですけれど、40歳で引退します。最終的には92回も試合してますね。78勝 35KO、14敗。これが、ヨルゲン・ハンスンですね。キャリア長い人多いですよね、ヨーロッパの選手。で、一番最後にやった相手は、勝ってますけど、82年ですね。ペリコ・フェルナンデス。フェルナンデスはまだやってるんですね。74勝15敗13分け。すごくないですか、この辺。本当にすごいと思います。はい。はい、これがそのブルーのアルカリ戦ですね。5ラウンドもハンセンダウンしてるんですけど、これで試合再開しました。で、サウスポーがブルーのアルカリですね。これ地元の、コペンハーゲン、デンマークでやってます。攻めてますね、ハンセン。で、ここでお互い揉み合うんですよ。これで倒れちゃうんですよね。で、これで試合終了なんですけど、これスローなんですけれども、ごちゃごちゃしてる時にレフリーがブレークをかけるんだけど、アルカリは右手をハンセンの首にかけてパンチョコを打っていくんですね。で、この左アッパーがここで倒れちゃうんですけど、そんなに効いてんのかなっていう感じがするんですよね。で、これ世界タイトルマッチなんですけど、アルカリもハンセンもトホホっていう感じの試合でした。はい、これがものすごい番狂わせと言われた試合ですね。赤いトランクスがデイブ・グリーンで、黒いトランクスがヨルゲン・ハンセンですね。もうこの辺、2ラウンドなんですけど、これ、結構追い立てられちゃうんですよね。この時は、デイブ・グリーンは26歳で、ハンセンはね、36歳ですね。だから10歳差があるんですね。で、小ネタとすると、デイブ・グリーンって、ヨーロッパのウェルター級チャンピオンなんですけど、この時点で。ヨーロッパのウェルター級のチャンピオンがイギリス人になったのは、デイブ・グリーンが初めてなんですって。これダウンですね。もうなんかもろくも倒れちゃって、どう考えても逆転できないだろうなっていう雰囲気なんですよね、ここまでは。ここからデイブ・グリーンが一気呵成にこう攻めようとするんですね。これどん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 前に出ますね。出るんですけど、ハンセンがね、左で迎え撃つんですよ。で、この左が意外と当たって、この辺、これでなんかペースが変わっちゃうんですよね。ハンセンダウンした割には足の動きはいいなって感じしますね。で、デイブ・グリーンはもうとにかく倒したい倒したいで強引に前に出てますよね。そこをうまく左を当ててる感じですよね。これでも流れ変わっちゃいましたね。せっかくダウン取ったのに。
負けたのカルロス・パラミノだけですからね、この時点でのデイブ・グリーンは。相手36歳でしょ？グリーンも負けるとはまさか思ってないですよね。これが第2ラウンドです。はい。はい、これデイブ・グリーン側なんですけれど、次の3ラウンドで倒されちゃうんですけれども、ハンセンは下がりながらもういいパンチ当てて、一発当てるとね、前にガーッと出てダウンさせます。で、このラウンドで終わるんですけれど、レフリーがちょっとお粗末だったなっていうのも見ていただきたいと思います。止めると思いきや続けるんですよね。はい、これがブルーノ・アルカリがタイトルを取った試合ですね。ジュニアウェルター級の世界タイトルマッチ。これ相手はフィリピンのペドロ・アディグですね。これ最後まで見たんですけど、結構な苦行でした。全然ね、噛み合わないんですよ。どっちかっていうと攻めるのはアディグなんですけど、割と手数が少なくて、こういうふうに見合ってる展開が多いんですよね。アディグが打ってくのはね、大きな右フック、こればっかりなんですけど、でブルーのアリカルはたまに打ってくぐらいですね。あとは体を揺すったりしてる時間の方が多くて、なんだろうなっていう感じる試合だったんですけど、攻めるのはまあアディグなんですよね。でもパンチ全然当たんないんですよね、この右のマサカリみたいなフックですね。こういう感じでもつれてゴタゴタする展開か、あるいはお互いにずっと離れてジャブ出してっていう展開がね、最後の最後までずっと続きます。これもどうなんでしょうか。この当時のジュニアウルター級っていうのはこういう感じなのかなっていう気がしましたね。あんまりそのレベルが高いっていう感じはしないなっていう気がしましたね。はい。この見ててイライラしますよね、これ。全然お互いに全然手出さないんですよ、これ。はい、パッとしない感じのブルーのアルカリなんですけど、この人すごいなっていうのがあって、これデビュー戦なんですよ。デビュー戦で負けてるんですね。で、そこからずーっとキャリアを積んでいくんですけれど、ゆーって積んで、ここで2敗目ですね。で、そこからずーっと長いキャリアがあるんですけど、結局ね、引退するんですけれども、誰かにタイトルを取られて引退じゃないんですよ。73回試合してますけれど、最後は体重が苦しくて返上したんですよね。で、戦績が73戦、70勝2敗1引き分けなんですよ。この2敗も、今見ていただいたように、グリーンボーイの時の2敗ですね。だからチャンピオンになってからは、ノンタイトルとか防衛戦やってますけど、この人すごいんですよ。1回もチャンピオンになってから負けないで引退っていう。ブルーのアルカリ。結構意外でした。で、意外だったのが、もう一つあって、よいしょ。これが WBC の、ジュニアウルター級のチャンピオン一覧なんですけど、ペドロ・アディグ・ブルーのアルカリですね。ここにもね、防衛回数が載ってるんですけれども、ブルーのアルカリってね、9回も防衛してるんですよ。
で、その9回っていうのは結構すごくて、これ5回ってありますけれど、これ5回って誰だ？ミゲル・ベラスカスってあの、千作、この選手大したことないんだけどな、5回も防衛してますね。で、千作2期目が、千作が7回ですね。これずっと見ていくと、これ12回ってありますね。誰？って言うと、メキシコ。チャベスなんですよ。なんで、それも、チャベスがタイトル取って12回防衛したのが在位期間が、89年から94年ですね。だから89年までは、このブルーナ・アリカルの9回防衛っていうのが一番長い防衛記録だったんですね。意外ですね。意外っていうか、ああいうボクシングで結構やるなっていう感じがしましたね。はい。はい、ブルーナ・アリカルなんですけど、タイトルを取ったのが1970年ですね。じゃあその WBA の方ですね。アルカリは WBC なんですけど、70年ぐらいって誰がチャンピオンだったの？っていうと、藤武さんが67年から68年までチャンピオンですね。で、そこからタイトルを取ったのがニコリノ・ローチェですね。ローチェが68年から72年までチャンピオンですね。こっちか。これだ。で、アルフォンス・フレイザー。で、アントニオ・セレバンテスというふうになっていくんで、ブルーナ・アリカリがタイトル取ったのはこの辺ですね。なので、対立するチャンピオンとはちょっと格が違うのかなっていう感じがちょっとしましたね。で、これ見てて面白かったのが、これ WBA のジュニアウェルター系のチャンピオン一覧なんですけど、ここにね、タイトルを取ったチャンピオンの防衛回数っていうのがあるんですよ。で、これずっと見ていくんですけど、これ10ってセレバンテスなんですね。で、その次はまあベニテスなんですけど、これずっと見ていくと、セレバンテスの10回の防衛を破ってる人って誰もいないんですね。これ意外だなと思いましたね。いないですよね。だから WBA のジュニアウェルター級では、セルバンテスの10回っていうのが最長記録っていうことになりますね。はい。この辺、平中さんからモーリス・イーストとかこうやっているんですけど、1ぐらいまでタイトルを守ったよっていう一覧なんですけれど、この辺まではまだ綺麗なんですけど、2000年あたりからスーパー王座。暫定だ、スーパー王座とかってこうやって嫌な感じになってきますね、これ。この辺もめちゃくちゃですよね。いや、どうなんだろうと思いますね。はい。はい、横道それますけど、ブルーノ・アルカリに敗れた、ペドロ・アディグなんですけど、これが70年の、1月ですね。その一つ前の試合に、輪島さんとやってるんですよね。この当時の輪島さんは12戦全勝なんですね。で、ジュニアウェルター級で、確かこの当時輪島さんはウェルター級でやってたんじゃないかな。1階級下の世界チャンピオンということでやったんだけれども、これが1ラウンド KO 負けということですね。で、ペドロ・アディグもものすごくキャリアが濃くて、タイトル取られましたね。で、6月再起戦にオスカー・アルバラードなんですね。31勝3敗のアルバラード。で、次がエディ・パーキンスですよ。6月2日にアルバラード。1ヶ月後、7月21日にエディ・パーキンス。パーキンス56勝14敗3分け。すごいですね。これに敗れてしまいます。まあ、敗れますわな。1ヶ月しかないんですから。その後、ズもキャリア積んでますね。ライオン古山さんとやってますね。これはフィリピンでやってアディグは勝ってますね。ニコリノ・ローチェともやってるんですね。ローチェとはアルゼンチンでやって負けてます。これが1月ですね。4月もう1回ライオン古山さんとやってます。これは日本でやって
判定負けということで、なかなかの濃いキャリアだなというふうに思いました。ヨルゲン・ハンセンがブルーナルカリに挑戦したところから始まって、ジュニアウルターの話をずっと引きずってるんですけど、これ WBC なんですけれども、ここから初代のチャンピオンがエディ・パーキンスなんですけど、63年ですね。ここから見ていくと、60年代から70年代初めのぐらい頃のジュニアウェルターって確か隙間クラスって言われてたんですよね、不人気クラスで。で、その当時の60年から70年ぐらいにかけては、イタリアの選手が結構ロボポロですね。とか、イタリア、これもイタリアですね、ブルーノ・アルカリね。で、ペルゴ・ヘルナンデスなんだけど、結構隙間クラスにはヨーロッパの選手が入ってるんだなっていう、狙ってたのかなっていう感じがしますね。狙ってたというか通用してたのかなっていう気がしてますね。これが年代が新しくなって、アメリカの選手が入ってくるともう全然太刀打ちできなくなっちゃうっていう感じなんですけど、なので、この60年代、70年代ぐらいにかけては、ヨーロッパでは結構チャンピオンがいて、花盛りだったのかなっていう気がね、してきました。すいません、ミゲル・ベラスケスなんですけど、さっきちょろっと言いましたけれど、この人、5回防衛ってなってますけど、5回じゃないですよね。この在位期間見てもそうですし、確か、前作に反則で勝って、で、再戦で敗れてるんですよね。だから1回も防衛してないはずですね。ついでにミゲル・ベラスケスを見ていくんですが、戦績自体はすごくいいんですよね。66勝4敗3分けなんですよ。で、66勝のうち 33KO で 50% の KO 率なんですね。で、これ見ると、前作に負けて最後引退してるんですけれど、ということは、前作と再戦する前ですね、は66勝3敗3分けだったっていうことなんですよ。だけど、試合を見ると、なんかトホホっていう感じなんですよね。これが前作第1戦目なんですけど、前作もすごい大味なボクシングですよね、これ。これでベラスケス倒れちゃうんですけど、っていう感じですよね。66勝もしてる人にはちょっと見えない。お客さんもちょっと呆れてる感じですよね。しかし前作って雑ですよね、ボクシングが。お客さん湧いてますけど、負けるような内容なのかなっていう感じしますね。で、結局、ゴングの後かなんかにパンチ打ったんでしたっけ？それで反則なんですよね。で、これでこれちょっとあれですけど、一応、新チャンピオン誕生ってなりますね。で、これが、リマッチですね。これ本当に70戦近くやってる選手なのかなっていう感じがするんですよね。一体どんな相手と試合してるんだろうっていう。もう厳しいみたいな顔するんですよね、ベラスケスが。この試合は本当にめちゃくちゃな試合で、レフリーもちょっとおかしいんですよね。ちょっと見ていただきたいんですけど、これ3ノックダウン制じゃないんですよ。これで ダウンなんですけど、これ2回目のダウンですよね。もう辛抱たまらんみたいな顔しますけど、いやー、これだから、
スペインのボクシングってどうなってんのかな。この選手が60回も勝てる選手なわけですよね。その辺がすごく不思議ですね。一発一発パンチ振り抜いてるから強そうですね、千作。パンチは。ここも効いてるんですよね。これで3回目のダウンですね。ここで立つんですけど、じゃあ試合再開かってなると、なぜかレフリーがこれ止めるんですよね。なんだっていう感じなんですけど。で、これドクターになんかレフリーが言うんですけど、特にね、傷があるわけでも何でもないんですよ、これ確か。これでドクター出てきますけど、これ何やってんだ っていう感じでしょ。これずっとだからね、ベラスケス休めるんですよ。まあ、千作も休めますけど、何のために見せてるのか全然わかんないんですよね、これ。これわかんないですね。何をやってんのか。で、これ試合再開なんですけど、めった打ちにされちゃうんですよ、これ。これ。もう無理みたいな。で、セコンドが入ってくるんですけど、もう大丈夫、お前よくやったみたいな感じになってんですよね。これが70センチ近くのベラスケスなんですよ。ほんとなんか不思議ですよね。はい。はい、そんなベラスケスなんですけど、これ調べてみたら意外なんですけどね。これ、ケン・ブキャナンなんですよ。ベラスケスやってるのが。これダウンしましたね、ブキャナン。これブキャナンを破ってるんですけど、ベラスケスが。これすごい躍動感ある ベラスケスですね。こんなベラスケスが見たかったんだ、みたいな感じですけど。この時、ブキャナンはね、33連勝なんですよ。負けなし。で、この試合で初めて、初黒星を喫するんですね。その相手がベラスケスなんですよ。これ、すげえやるなって感じしますね。この場面だけ見ると。ちなみにこの時のベラスケスは、38勝1敗1分けですね。もうこれ、セコンドが入ってきて、もう嬉しくてたまんねえみたいな感じですよね。これ 意外だなっていう、こういうのもちょっとありましたね。はい。お客さんすっごい喜んでる。これ 勝ったよっていうことですよね。でしょうね。はい。ついでに、この当時、ジュニアウェルター級で活躍した、ペリコ・フェルナンデスですね。ライオン・フリアムさんに地元判定で勝ちましたけど、この選手もちょろっと見ていくんですけれども、最終戦績はね、この人すごくて、127回試合して、82勝、28KO、15敗引き分けなんですね。82勝のうち 47KO で、まあまあの KO 率なんですけれども、いつも、選手を探るときに、自分こういうね、最終戦績を見てから探るんですよ。その当時の、70年代のボクシングのことを知らないので、この最終戦績を見てから、どんどん下の方から若いキャリアを見ていくんですけれども、これね、この数字だけ見ると、まあ、ものすごいなって感じがするじゃないですか。で、実際に、まあ、千作と、リマッチですね、ペリコ・フェルナンデスの地元でやった時の、ペリコは、24歳で40勝4敗10の引き分けなんですよ。なので、どんなボクシングするんだろうなっていうのはね、すごく興味があったんですね。要は54戦してるわけですよ。で、40回も勝ってるわけで、相当な選手だろうなっていうふうに思ってたんですね。で、こういうパターンがヨーロッパの選手には自分は多くて、試合数が多くて、戦績も良くて、わ、すげえなと。これどんな当時の試合してたんだろうって見ると、あれ？っていう感じの試合が多いんですよね。
ヨーロッパのタイプはそういう選手ばっかりなのかもしれないんですけど、なんかね、がっかりすることが多いなっていうのが自分の感想です。だからこの当時のボクシングファンの人たちってどう思ってたのかなっていうのは気になりますね。当時のファンの方でも70年代のそのヨーロッパの選手の地元の試合とか見たことないと思うんですよ。戦績と専門誌の記事だけだと思うんですね。それを見てこう類推するわけですよね。この選手ってどうなんだろうなと、その記事の文字だけを見てこういう選手だなってこう想像するわけなんですけれど、それが実際に蓋を開けて試合を見てみるとあれっていう感じのことが多いんじゃないのかなと思いますね。はいはい、これがペリコ・フェルナンデスとセンサカの2戦目なんですけど、これペリコの地元ですね。24歳ですね。40勝4敗10の引き分けなんですけど、なんかこういう感じなんですよね。全然攻めないんですよ。これ攻めないでしょ、これ。これ地元でやってんですよ。王座返り咲きを狙ってんですよ。いや、こういうボクシングでお客さんよく見に来てるなっていうか、こういう選手ばっかりなんですかね、ヨーロッパの選手って。なんかすごく不思議なんですよね。それでも勝ち星を重ねてるんで、ボクシングの質が違うのかな、タイプが、見方が違うのかなとか、なんかすごい感じますね。これ攻めないでしょ、これ全然攻めないんですよ、ずーっとこうやってて。これだから当時の人たちってすごい選手なのかなと思ってても、実際に見てみるとなんかよくわかんないけど、これで勝っちゃうんだっていう感じなんじゃないかなと思いますね。どうなんですかね。これが一応まあ40回勝ってるペリコ・フェルナンデスですね。これ攻めないんだよね、本当に。よくお客さん我慢できんなと思うんだけど。はいはい、ペリコ・フェルナンデス、ちょっと小ネタなんですけど、72年から87年までキャリア15年やってるんですね。ですごいんですけど、もうでもやっぱりね、最後の方はなんかこういう風になっちゃうんだなっていう感じがしましたね。この辺からずっと地元でやってるんですけれど、85年ですね、もしもなんとかさんって人と2回やってますね。で、年が明けてビクトル・フェルナンデスって選手と試合やってますね。で、ゴンザラ・メンチョっていう選手ですかと試合やってるんですけど、この試合、選手と試合やって、またもう一回やってるんですよ。で、今度はまたビクトル・フェルナンデスなんですね。で、今度はまたゴンザラ・メンチョで、ゴンザラ・メンチョっていう感じで、85年から87年まで試合してますけど、3人としか試合はしてないんですね。で、同じ選手とぐる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 やってるっていう感じなんで、まあそうなのかっていう感じがしましたね。はいはい、ジュニアミドル級でヨーロッパの選手で70年代っていうと、自分は記事でしか知らないですけど、ホセ・デュランぐらいかなっていう感じですね。この選手も最終戦績が良くて、78戦して63勝6敗9の引き分けなんですね。これやっぱり向こうの選手ってみんな足を使うっていうか、あんまり攻撃しないタイプの選手が多いのかなって感じがしますね。だからお互いにそういう選手同士で試合をするから、なかなか10対9がつかなくて引き分けが多いのかなっていう。9つも引き分けって多いですよね。さっきまで見てきた選手も引き分け多いんですけど、そうなのかなっていう感じがしましたね。はい、これがホセ・デュラン対輪島さんとの試合なんですけど、この時のホセ・デュランは59勝4敗9の引き分けですね。これ本当に輪島さんが調子悪かったんですけど、あんまり動きについていけないんですけれど、
じゃあ、ホセ・デュランがものすごくスピードがあるのかっていうと、そうでもないですよね。これがアウトボクシングと言えるのかどうかっていう感じなんですよね。でもこの選手はこういうボクシングで59回勝ってるってことなんですよね。で、ヨーロッパの選手はこういうスタイルにやられてる、通用してるってことでしょう。で、本当にボクシングの見方が違うんだろうなと思いますね。向こうの人からすると、東洋の選手とかは野蛮なブルファイターだって感じなんですかね。向こうの選手はパンチをきれいに外したらポイントが取れるみたいなところもなんとなくあるじゃないですか。きれいにパンチを打つ、きれいにパンチを外すみたいな。これがアウトボクシングなのだろうか、スピードがあるのだろうかっていう感じしちゃいますね、これ。なんともこれだから、戦績見てから結構、どの選手なんだと思ってみると、がっかりっていうか、ああ、そうなんだっていうタイプの選手が多いなぁと、ヨーロッパの中ではね、自分は感じましたね。はい。はい。で、ずっとほったらかしにしてた相部彼らなんですけど、彼らに話を戻すと、これ5戦目なんですけど、彼らが。5戦目からは、ついに彼らがメインイベンターになって、ヨルゲン・ハンセンが前座ということで、立ち位置が、ここで変わります。で、そこからずっと彼らがメインイベンターとしてやっていくということになりますね。すごく話長くなっちゃったんですけど、彼らにあんま触れてないんですけど、次回からは、彼ら中心に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。